日6月9日、小室哲哉さんの誕生日です。今回も小室哲哉さんに活力を作ってきました。小室ちなみの噂1で、これは本気の証らしいと書かれているものは何でしょう？強気。小室ちなみの趣味である約 2.4 メートル離れたボードへ向け手投げで矢を放つスポーツは何でしょう？ダーツ。小室ちなみの初期イラストで見られ彼女のトレードマークにもなっているアイテムは何でしょう？サングラス。大人な空気感を出す小室ちなみの年齢は何歳でしょう？19歳。小室ちなみ、江藤美咲、浜川愛菜の歌姫3人によるユニットは何でしょう？アグレッシブディーバ。小室ちなみがプロデューサーとダーツバーを訪れる様子を描いた彼女のエセセラカードは何でしょう？ストイックマイスタイル。デレステで使える小室ちなみのスタンプに書かれている彼女のセリフは何でしょう？狙い撃ち。強気な発言や態度が特徴的な19歳のアイドルで、最高のパフォーマンスを行うために厳しいレッスンを重ね、モデル時代とは異なる表現者としてステージに立つ、今日6月9日誕生日のデレマスのアイドルは誰でしょう？小室ちなみさん、誕生日おめでとうございます。これから後半戦、ダーツに関するクイズです。一般的なダーツのルールで1本ダーツを投げて獲得できる最大の得点は何点でしょう？60点。月内博士の東京フレンドバッグのコーナービッグチャレンジでダーツの的の中央部分を占める景品は何でしょう？たわし。ダーツの形やルールをもとに決められたダーツの日は毎年何月何日でしょう？11月1日。ダーツの矢を構成する部品のうち投げるときに持つ部分のことを何て言うでしょう？バレル。ダーツボードの二重のエリアにダーツが入らなくなる現象のことをその両隣にある2つの数字から何秒というでしょう？15秒。ダーツでスタート時に与えられた持ち点を減らしていき0点ちょうどにすると勝ちとなる方式をその持ち点の下2桁から何ゲームというでしょう？01-01ゲーム。1ラウンド中に投げた3本ダーツを全てブルに入れることを何て言うでしょう？ハットトリック。ところ同時に投げたダーツにより出題場所が決まるテレビ番組一億四大質問を笑ってこられての名物コーナーは何でしょう？日本列島ダーツの旅。ダーツのクリケットで200点以上リードしたプレイヤーに加点を行わないルールを何て言うでしょう？オーバーキル。縮めてないだということが多いダーツで良いプレイヤーが出た時に使われる掛け声は何でしょう？ナイスダーツ。以上で小室ちなみさんの誕生日クイズを終わります。